ツイキャスでもまあね有名だからね、かこちゃん迷惑ババアで。そうね、うん、だからフワチに逃げてきたっていうのもあるし、うん、だから俺はねで、こうちゃんに救われたからと逃げ場所でありたいんだけど、同じことを繰り返しちゃダメだよ、うん、うん、それは分かってるつもりなんだけど、今日たまたまね、うん、あのキツネだからアイテム投げてもらわないと誰だか分かんないじゃない、うん、まあ、タヌキもそうだけど、うん、そしたらね3号さんと13号さんっていう人がいてね、うん、で3号さんがいきなりね01が怒ってるよって、うん、えって私なんかしたっけゼロワンにって、うん、だって今日ゼロワン枠開いてないよねって、うん、せいじさんの枠でせいじさんのお誕生日してたでしょ、うん、でなんで私怒られてんのって言ったら、うん、なんかそば食べたかったのにラーメンになったとか言って、そば食べたかったのにラーメンになった、うん、うん、それは私のせいなのって、私のせいなのじゃなくて、そんなことを真に受けるのは良くなくてね、だから俺のアンチとかもややこしくね、うん、そのガーコを傷つけるようなこと言う、ゼロワンがこんなこと言ってたよとかね、でそんなことを信じちゃダメだよ結局は、うん、でそれでストレスならもう匿名つけない方がいい、そしたらもうスルーしとけばいい、いやスルーっていうか、あまた嘘ついてるなって思っときゃいいんじゃね、うん、そんなことをね配信するたびに俺に確認されても困るんですよ、毎日電話であなたの配信の相談会ですか、いやそんな毎日電話してないじゃない、うん、いや毎日じゃないけどそれぐらいわかるでしょうが、あこちゃん、確かめたかった、ね、うん、いいよ、ガーコちゃん、俺はラーメンのそばもそんなことで怒ってない、ブッチしたからだよ、だからランチデートっていうのはもうなしで22日にね、おいで、うん、それは行く、絶対に、うん、何が何でも行く、うん、うん、で、珍しく俺をよしよししたいっていうことじゃん、珍しくじゃないじゃん、私ずっと言ってるじゃん、違う違う、よしよしされたいのが多いんで、あまり俺をねよしよししたいって女はあんまいないの、だって俺じゃん、なんで俺が女に甘えるのな、甘やかしてやるんで俺は、どっちかっつったらよしよしされるんじゃなくてよしよししてるんだよ、どっちかっつったら、だって私はバーバだ、バーバ年齢なんて関係ないだろ、女に、男はいくつになったってよしよしするんだよ、子供じゃねえんだから甘えたじゃねえよ、調子乗るな、俺はね甘えたりはしない、はっきり言って、やだね、やだねじゃねえんだよ、背中ポンポンしてね頭よしよしするからね、気持ち悪いんだよ、子供じゃねえんだから、寝かせるのか、何寝かせに来るの、働かなきゃいけない、頭ポンポンって、リスナーさん、こういうね、子供みたいに俺を思っちゃうタイプもいるから、これもやめてね。俺36だしね、もういい男だから、うん、子供扱いするの。で俺どっちかって本当にしたい派だから、うん、女性はね、うん、年上の人でもね、あまり甘えるのが好きじゃない。甘えるのが、例えばね、女の家にずっと住んでるとか、うん、これ誕生日にねすごい高価なものを買ってもらうとか、うん、で友人のホテルも取ってもらうとかね、うん、そうやって甘えるのはあんまり好きじゃないです、うん、
で、あのドルガマの携帯カバーを買ってもらうとかね。あ、まーちゃんありがとうございます。ありがとうございます。まーちゃん、ホストばっかお金使わないで俺使ってよ、まーちゃんね。確かにミツはいい女だよ。でも俺はこの先もっといい女を手に入れると思う。まあ見といて、うん、これ嫉妬じゃないからね、うん、嫉妬はありません。うん、あの誰もが、あ、やっぱりゼロワンだなって言ってくれる子、さすがだなって言わせるよ。ただまあ来年かな、もう今年は無理だから、うん、今年は。でね、機長にね、久しぶりに会ったんだよ。機長もコーラついてくれたり気が利く男だね。うん、で一緒に配信もしやすいね。うん、機長さんね、でね、あの、あ、ありがとうございます。花火、あ、どうもありがとうございます。で、俺ね、実はね、あの、もう向かってる時にね、パルと LINE して、で、パルがね、当てたんで俺を、もしかして神戸行ってるって。鋭いよね、パルパルさん。俺のね、行動を読めてる、あの人。うん、で、来たんだろうね。うん、全くそういう話してないんだよ、誰も誘ってないから。うん、そしたら俺のコード読めてたね、聞いてきたもん、珍しく。うん、誰でもわかる。で、みんな行くと思ってた？だって休止中とか配信してないよ、配信してない。なおかつで結構落ち込んでたから、で5キロ痩せちゃってね、ちょっと痩せてると思わなかった？うん、でもうお腹もへっこんじゃったしね。あ、思ってたな、ね。うん、気づいたからよかったよね、たまたま配信にね。うん、でリスナーさん教えてくれた、ありがとうね。うん、なんか政治が寂しそうだよって。うん、なんでパルパルは分かったの知らない、うん、俺なら行くと思ったんじゃない多分。つか気持ち悪い理由が分かった。これペプシ飲んでね、ゲップが出ない。ゲップってどうやって出すの、うん、ちょっとガーコちゃんに背中叩いてほしいかも。ゲップが出ない、うん、あのミルク飲んだ子供みたいになってる。ちょっとお母さんいる？お母さんゲップ出して。これだわ、気持ち悪いの、うん、お世話になったしね、うん、で見た？結構良くなかった？センス可愛くなかった？あのね、ヴィトン行ったんだよ、ルイ・ヴィトンね。したら全部高い、うん、あの T シャツ一番安いかなと思って T シャツ行ったら高いんだよ、 T シャツも。安いもん何があるの。うん、なんかヴィトンで値上がりしてない？なんか靴とか何でも高ない？うん、いや好きっていうかやっぱ王道じゃん。で失敗しなくない？うん、ヴィトンって。だから今転売するぐらい値上がりしてるでしょね。値上がりしてるんだ。だからなんで値上がりするかっつったら、転売するやつが買い占めるからだよね。そうでしょ。あの味噌菌だって買い占めるから売り切れてね、値上がりして
ネットでね、2500円で売られるんでしょう、うん、これいるんじゃないですか今、転売で小遣い稼ぎ、もしくはね、仕事にしてる人、うん、で、靴を買えそうかなと思ったんだけどサイズが分かんなかったから、うん、まあ服かっこよすぎて惚れました。え？こんな可愛い子に、しかも保育士さん、あ、よくない、また傷つくから申し訳ない、そういうコメントやめてほしい、保育士さんごめんね、ちょっと失恋したばかりで、うん、もうあんな思いしたくない、出会わなきゃよかったって初めて思ったね、うん、結構惚れやすいからね、うん、モテ期続いてる、あのアリちゃん舐めてる、俺って生まれた時からずっとモテるから、モテるっていうかこれ当たり前だからね、うん、女に困ったことないし、はって、だって36、こんなブクブクに太って腕毛ボーボーでも何かしらの魅力ある俺がね、20代、まあ中学時代、ね、20歳前後、モテないわけないじゃん、うん、だから、なんかずっともともと嫁といたじゃん、で、他の子に言い寄られても、お前指輪見えないのってずっと指輪つけてたからね、ティファニーの15で買った2人で7万円のやつね、この英語で数字が書いてあるやつ V とか知ってる、これお前見えないのって言ってたから、うん、だからいい男だったよね、うん、いや配信してる前からまあ経験人数は1人だったけど、やっぱ好きな女とずっと付き合ってるって、それある意味モテてるんじゃない、別に好きでもない女ね、たくさんにモテるよりは自分が決めた好きな人にモテるのが一番いいんじゃないですか、言うことが違うじゃん、やっぱ他の男とは。たくまはね、ねえたくまは、あ、今日はツナだ、明日は夜眉だ、あーやば遅刻しちゃった、だり眉ごめんね、またしてみたいな、あれモテないよね、うん、はっきり言って、男は待ってないとね、どっちかっつうと、うん、待たしたらダメだよね、女、うん、じゃあ、あの意識してるっていうか、俺ってやっぱふわっちの話題に沿って配信してるから、今それで盛り上がってる、これね、みんながね、つまらないって言っても盛り上がってるわけよっていうのは、閲覧が湧いてるから、やっぱそういうのをやっぱ話題変えていかないとダメだよね、言うなら今でもルイジの話しても意味ないわけで、うん、言うなら金梅さんの話ね、だってできるよ、でも俺はしないのは今のふわっちをやっぱメインでやってるんで、うん、ということなんですよ、だからまあ会話が増えてくるよね、どうしても、で、眉がアンチが多い、ツナがアンチが多いとかじゃなくて、あの、あ、湧いてるわ、見てみようかなって全く関係ない人がね、叩いてると思うよ、うん、こいつ嫌いでずっとアンチしてるっていうか、あ、なんかやってるわっつって見に行ってしょうもないとかコメントしてる人多くない？それがアンチっていうわけじゃなくて、アンチっていうのは例えば家脱してても張り付いてずっと悪口言うからね、うん、でもそいつがたくまが配信してて別にずっと粘着して叩きたいかって言ったらそうじゃないでしょ、うん、昨日みたいにみんな揃ってるからこそ見るだけであって、うん、別にアンチも多いもクソもない、うん、
でね、あの政治がさ、誕生日にね、舞と拓磨がなんで被せてくるんだって言ってたんだよ。ゼロワンさんが配信してないと寂しいです。まーちゃん、そのまま返すね。俺も寂しかった。それは分かってほしい。聞いたでしょ。で、まあ養母の誕生日にね、やってたらね、政治が裏でね、ツナちゃんとね、やってたんだよ。うん、あのミツちゃんの車の中でツナと政治とね、ミツちゃんやってね、でツナ座れてね、うん、この人何言ってんだろうな、うん、確かそんな事件があった。うん、おはよう。花火とか投げてる人は何が良くて投げてるんですか。ただタバコを吸ってグダグダ喋ってるだけの男にみんな教えてあげて。うん、これはね、俺が言うことじゃないから。だって俺も分かんない時あるよ。俺もだって、こんな俺がね、何百万稼ぐんだで。すごくない？うん。これいつまで続くかわかんないけど。だって今月もすごいからね、みんな。みんなびっくりすると思うよ。今月も。今月もね、20万ぐらい稼いでるからね。この配信時間で、20万だよ。俺一生食っていけるんじゃない、うん、だって20万って普通に生活するのに困らないじゃん。まあ贅沢しなかった、うん、うん。あ、ありがとう。よくわかんないけど、愛おしいって、愛おしいってなかなか人に対して芽生えないよね。芽生える、愛おしさって。家族とか子供とかじゃない？あとなんかある？他人に愛おしさって芽生えるの？なんでないっすね。辞退したからだね。だからいつもだったらね、あのナイス500でなんか喋ったりするじゃん。もうそれがなくてすごく気持ちがいいよ。うん、来月ナイスやるの？どうしようね。うん、どうする？うん、まあただ配信時間増やすっていうか、もうさすがにね、ちょっと頑張らないとね、本業を。うん、みつちゃん可愛かった。うん、まあ綺麗だったね、うん、では生足も見ました。生足も、うん、オーディションはどうなった？ちょっと言いづらくて。オーディション今も考えてるんですけど、ちょっと言いづらくて、うん、いやーちょっと、うん、いや第2回できないよね、さすがに、うん、でやってみないと分かんないっていうのも正直あった。うん、やっぱ改めてやっぱ難しいなと。そういうこと経験がなかったから、うん、難しいよね。